会計士のまた招待。うん。うん。これでまずは。はい、来た。はい、どう？来た、来た、来た。あれ、でもこれってあれじゃないの？あ、クリスマスカラーだ。これで、今、4人に。あ、5人入りましたね、皆さん。うん。あ、OK か。OK。OK、OK。で、なんで幼稚園俺を馬から引きずり下ろしたの今。引きずり下ろした後に手振ってくれって何？お前、サイコパスか、お前。やだそんな女。なんだそれは。そんな女やだよ。ちょっと組合員内でどういう解決してほしいな、うん、なんかダンスし始める。どうしよう。やだやだ怖い。どうします？サイコパスの子だから。どこでも。何人あります？じゃあとりあえずドクさんのキャンプ行きましょう。うん。一回でもお酒仕込んだ方がよくない？酒仕込んでキャンプ行って、あの獲物を買って貯めて、はい、っていう指示をドクさん出してよ。リーダーなんだから。クリスマスキャロル酒飲め酒積んでやろうなんかすっげーざっくりとした指示出てきたなあーもうちょっと俺サイコパスの女ちょっと連れてくけどいい？なんか迷惑かけたらごめん、なんかすっかいらすからごめんな。サイコパスの女と繋がってんの？ごめんごめん、最近知り合ったんだけど。俺遠いな、ここなんか陸自の子らしいんだけど。ちょっと銃打ちすぎてさ、なんかちょっと現実とあの非現実があんまり区別つかなくなっちゃったみたいで。インドの遠いよ。ビッグバレーなんだ。ビッグバレーでしょ。だからアルマジロ行って、アルマジロからファーストトラベルしてくださいって。密造酒の方にね、まず毒さんはで、うちらはキャンプの方行って、キャンプにあの獲物も入れといて、はいっていう感じです。っていう指示を出してほしいんだけど。みんな聞いたのかコピペしたなコピペした全部。ちょっと遠いな。だからなんでアルマジロだろ。アルマジロ向かってるよお前。もうアルマジロまでが遠いのよ。あれ遠くないでしょ。今までさって言ったら遠いよドクさん。これは刺すしかない。超にマックスじゃん。そうなんすよ。すごい。すんすよ、うん、いいじゃない、やったね。荷物がいっぱい。そうなんす。皆さんのためにね。うん、努力がすごい分かる、この荷物の量で。でもあれだよ、あの、よく見て、ラムさん。馬車がアップデートされてねえから。これ、あの、4回化されるわ、これ。食ってまた。なるほど、うん、そういうことなんですよ。難しい。え、大きい場所買っちゃえ。うん、買っちゃえ、買っちゃえ。買いませんよ、あいつ。買いませんよ。1000ドル近くなかったっけ。なかなか取るな。 そんなのじゃなかった。500ドルだったっけ。あ、ちょっとアジトが近く、アルマジロの近くでアジト出ますよ。もうみんなキャンプに来てるから。どうしてもいいの。どうしたもうみんなキャンプに来てるから。あいつリーダー資質ねえなあいつマスコット資質だわ、やっぱり。幼稚園喋れないからつまんないよね。ああ、そうだな。ああ、悔しいな、うん。ずっと手振ってるから。ちゃんと待っててください。酒を入れてきたら、もうこっちでもう配達始めちゃう。もうあの小型の馬車でもいいから、4回行って。とりあえずもうどんどん回転数上げて、幼稚園のランク上げしてやんないと。武器も買えないだろうなって。サブキャラ作ってみようかな。女の子作ってみようかな。うん、うん、って言ってるわ、やっぱ幼稚園。あ、でもちょっと楽しみ。ドクさんの女の子。いや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 、わかるだろ、わかるだろ、みんな。ネタに走るんだから。可愛い子できねえよ。こういう上半身裸の放送できねえ子出てくるぞ、きっと。いいのか、それで。モザイク処理とか大変だよ、もうそうなってそんなキャラメイクできないだろもういいっつって下も脱ぎ出してさ。そうだけど抱いてそんなモザイク抱いて誰でもいいの抱いて。あ、あれだ皆さん、密造酒マックスでした。マックス、あ、じゃあ先に行こう、うん、
じゃあ、先々行っちゃいましょう。こちら飛んできてもらってよろしいですか。はいはい、了解ですよ。ドクさん、これキャンプにあれあるファストトラブルとか。何その豪華な、もう。あ、ごめん、ちょっと聞かなきゃよかった。走ってこい。あ、呼んでくれた方がいいよ、全員。あ、そうだ、一回出て、うん、出て全員で民警団で入るみたいな。そうそう、ドラッグシステムじゃないけど、まあ、まあいいや、それで。めんどくせえ。めんどくせえよ、ミュートにしろ。民警団長のルールだ。ごめんなさい。そう、ごめんなさい。そうだね、そうです、そうです。うん。ドクさんの指示に従うので。まあそんなこと言ってからめんどくさいね。入場にしてくださいよ。あ、答え出ちゃった。ちゃんと答えが聞けた。ユースケさんの100点取っちゃった。これ。え？ほら。ごめん、俺がいるから。今日は俺がいるからさ。イケメン枠俺だからな。ごめんね。じゃあイケメン枠で投票しようみんなで。どっちがイケメンなんか。残酷だからいいよ。それ発揮するだろう。じゃあ皆さん。じゃあみんな表出よう。ちょっと待って待って待って、みんな一回出てからだ。中にいると勝利だ。お、ネイティブの発音ね。レッドイットゴーって言ったぞ。レッドイットゴーって言った。イタリア人がレッドイットゴーって言った気がする。イタリア人じゃない、フランス人だぞ。よし、皆さん準備できました。ごまかした。ごまかしたって言わなくてもいいんじゃないの。よいしょ、皆さん。いいよ。じゃあ、飲みまーす。じゃあとりあえずドクさんは馬車運ぶから、はいはい、うん、普通の配達と違うからね、それやったことないでしょあんまり。え、振動与えたりとか急発進とか急ブレーキとかすると、はい、瓶が割れるの。瓶が割れると、うん、やったことある。やったことあるから今多分高度アルコール度数。あ、そうなんだ。じゃあ全然任せちゃっていいね。オッケー、うん、じゃあ頼ますわ。うちらはもう、はいはい、毒さんが公式交換に捕まりそうになるまではノータッチ。三つ星だって言われたらうちらが加勢してっていうことにしよう。あ、そういうもんなの。あれ、そういうもんだよ。最初からやるもんじゃなくて、あ、うん、あ、そうなんだ。通してくれるとき結構あるから、半々ぐらいであるから通してくれるとき。あ、そうなの。知らなかったよ。だいたいいつもあれだけど、馬車から降りて先に選別しちゃうけど、うん、あー、まあ多分チームでやってるときはその方がいいかもしれない、ね、あれなんか運転任されてんだけど、え、なんかちょっと嫌な予感俺なんかすごい画面側の、いや画面安定してしたんだけど、うん、僕も安定してる、うん、僕右下暗転して、うん、右下ゴロゴロしてるよ。俺もゴロゴロしてる。ローディングで。え、何？ユウスケさんも馬車乗ってんの？ユウスケさんが乗ってるってことはもう答え出てきます。で、他の人、画面暗転してない人は誰？ユウスケさんだけ？うん、運転して、幼稚園運んでこいって言われてる。いない？そこに、ユウスケさん、近くに。どうなんだろう。ああ、幼稚園もダメだって。幼稚園もダメだ。なんかみんな一箇所にまとまってんのかな、マップ上で。どうする？じゃあこれじゃあエラーっぽいですね。一回ユウスケさんがもうその読み込みができできてる時点で、ユウスケさんが運んで終わらせてユウスケさんに経験値いくぐらいしかないか。それかもう一回やり直して、ね、もう一回やり直してできるかどうかだけやってみる。じゃあもうゲーム自体落とした方がいいですよね。じゃあ毒さんが一回落ちた方がいいね。どういうことか。毒さんが多分リーダーだから落ちると、ほら戻ってきた。うちら、あ、そう、戻ってきた、うん、どういうことか。そういうことです。あるかな、失敗したみたいなジングル流れてプンペペペンペンペン。いや、いいな、動物たちがいる世界。黒飛んでるぞ。黒でしょ。あ、ワシミミズ。ちょっと待って、双眼鏡。双眼鏡。森へ帰っていった。あれ？あれ？どう入ったのかな？はい。え、嘘？あ、入ってましたね。よかったよかった。あ、入った入った入った。ミミズクが地中に入っていった。
ちらしかいないから。落ち着いてなかったのか。あ、押し来た。オッケー。来た。行きました。よしよしよし、ぶっちゃくりくまで守る。よかった。行けたね。ドゥンドゥンドゥン。とりあえず。ぶっちゃくりくとこか。イエイ、よし、これで行こうか。じゃあ馬車追っかけるか。ゆっくり行っていいよ。10分あるから。あとカメラの到着を待ってくれ、今向かってるから。どっかじゃあどんぐらいしようか。うわどこ、うわキャンプ遠どうした。オッケーオッケーオッケー、あ、いてるね。オッケーオッケー。どんぐらいで行くじゃん。なんかダメージ受けたぞ、バシャが。え、ダメージ受けたぞ、バシャが。見えるんだぞ、アイコンで。ああ、バレんのこれ、うん、みんなにわかるよ。やりやがったな。まだでも瓶割れてる感じじゃないね、その感じ。うん、うわ、すごバレんだ。なんか、うちの馬ちゃんがおかしいぞ。なんか前にラムさんがあったあの現象じゃない。スピードが全然出ない。なんか、馬ちゃんが疲れ切った感じになっちゃってる。ああ、それあれですよ、バグですよ絶対。すごい動物いる。うん、そうそう、ね、もっとゆっくり走らせていいよ、ドクさん。ダメージどんどん受けてるよ。じゃあ私先にキャンプ行って、あの動物を収めてきますね、うん、はいはい。停止。検問。ここで停止しちゃえばいいですか。いやいや、止まれって言われたら止まる。行けって言われた。行けって言われたら行かないと、行かないと、あの、何してんだっつって撃たれるよ、結局。おお。おお、取り逃げた。ええーうん。今まで先制攻撃や。あ、ちょっと道間違えた。馬車についていけるみたいな感じだな。だいたいいつも先に殲滅してたんだけど。僕もそうやってました。ドクさん急ブレーキすると瓶にダメージ受けるよ。これいつも銃向けて馬に走らせてたけど、うんうん、その方がいいよ。それだと、いや今それでね、ガッタンってなった。うん、でこう俺いつもその速度で走らせて。ああ、多分これよりいつも速い。まあもう素通りしてるから襲撃もないし、これでいい。もう着くよ。でもゲソだねこれ、ピン割らず。ゴール地点ちょっとデコボコしてるからあれだけど。幼稚園がなんか良さそうなの馬に乗せてるぞ。よし、来るよ。ナイスー。おー、はい、お疲れ様です。あそこスローにすれば襲撃が…襲撃…追っ手が一切かかんないのか。そう。
密造酒っていう判定じゃないから。なるほどね。よし、OK。OK。で、キャンプ行きますか。うん。ちょっと待って。まあ、レッドレッドは人がいねえ、人がいねえとかって言いつつ、人がいますからね、大丈夫。まあ、でもこれはあれよ、あの、セッションに人数詰められてるだけで、総数は多分減ってるから。過疎化は多分今半端ないと思う。大丈夫ですよ。あの、クニオくんなんかあれですね。100人しかいないんじゃないかって。クニオくんと比べてるからね。そりゃそうです。あるいはあの、100人しかいないんじゃないのっていうふうな話になって、ああ、そうかもっていう話になる、ね。クニオくんはもう、俺ら世代ではもう、友達ん家に行って、あの、ね、コントローラーさ、あの、ジョイパッドを2つつなげてみたいな、ハブのやつつなげて、わかるかな言ってること4人でやるわけ、あの第4どこだ、あそこのなんだ霊峰のリングみたいなやつあるでしょ、うんうんうん、あそこでただからなかなか4人でやれるっていうのがレアでして、うん、昔どこさんもう始めたもしかして、いや、もういいですか？うん、始めまーす。はいはい。じゃあうちらは、これはどちらがよろしいんですか？長距離から短距離を。短距離でいいよ。短距離を、うん、短距離で、うん、長距離、あの始めた瞬間に合流する可能性もあるし、うん、ラッキー。あともう長距離はね、あの襲われる割に合わないと、襲われるリスクとかじゃなくて遠すぎて回転数考えたらもうあんまり美味しいとは思えない。結構端っこだなこれ。はい、さあどんぐらい、ウォルス席だ。じゃあ道なりに、うん、じゃあうちらを先に。ウォルス駅はなんか荒れてるイメージがある。そうだね、ウォルス駅はもう毎回ドンパチやってるイメージはあるね、確かにね。ちょっと一回、あ、でもさっきよりも何も気にせず走る。普通に盗賊に襲われた。ああ、ほんとだ。ああ、やってますね。やったるわい。幼稚園来い。幼稚園殿主役登場。いい稼ぎ場だぞここは。頼んぜ幼稚園殿。来たぞ。いやもうちょっと待って、もう片付けた。あれ違う。早いだろ。あれ違うな。あ、対象だったっぽい。ナイスー。あっという間じゃん。メンバー来たら待って、待ってなくていい。なくていい。どうしたの幼稚園に。まあいい。美人なキャラメイクなだけだと気づくなよ。たいと思っているっていう表示がずっと消えねえんだけど。ほら、俺ドクさんのシャワー始まったから、これ綺麗にしな。天然シャワーよ。いいね、やっぱビッグバレーは。結構変わりやすくて。ここでも寒いでしょ。生活しやすいわ。今9度。めっちゃ寒いよ。実際は。風邪ひくわ、うん。そんな中でね、彼は上半身裸で生きているの。強靭ではあるよね。あれ。腹下しやすいけどね。うなずいたってこういう対応できるんだよ。多分すごいね。あ、そういうことなのか。腹く出しやすいからもうあれか。うちん前方見ちゃってくれ。ちょいちょいちびってるってことか。それでよしよし、ナイスナイス。どうした、よし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 。幼稚園多分馬車に乗ってじゃなくて、あの現地行った方がいいと思うんだよ。多分現地の方がバチバチ。うん。あらら、危
ちょっと待って、気持ちいいんだ。あの、実況して、あの、何が行われてるか全然わかんないから。何があってどういうリアクションしてるのかみたいなのも、こうやってもらえるとありがたい。NPC 操縦の馬車の人を急に、うん、あ、幼稚が撃った。殺し。いつものやつですね。いつものやつですね。あの、あ、徳さんね、その子ね、あの、サイコパスの知ってた。はい、特に何もないかな。俺をね、馬から引きずり下ろして笑顔で、笑顔、あの、手を振ってくるっていう。なんもないね。今日のウォレスは平和です。あ、平和ですか。うん。じゃあ、ま、飛ばしてますけど。そうだね。のんびり、やってもらっても。これ物品を届けろって言ってるけど馬車の上なんもないんだね。え、あるでしょ。これ見た時はあったよ。あ、幼稚園だ。幼稚園これ物品置いてきた俺。いや、なんもねえけど。いやいや、多分ドクさんは一回読み込みしているから、うん、なんかバグかなんかで見えてる。ああ、そういうことか。なんも乗ってないのに。うちらはあの満載に積まれてるの見えてたよ。なんか新しい。ああ、ちょっと何？あれ？幼稚園？どうしたの？死んだの？なんで？どういうこと？どういう状況で死ねるの？その馬車の上で。いや、なんかね、やっぱ運転してたら襲ってきたんだよね。うん、ああ、そういうことか。うん。で、幼稚園の方が対処したんだけど、すでにもう幼稚園亡くなってたのかな。あれ？俺は気づかなかった。乗せてあげてじゃ。置いてかれちゃってるから。ゆうすけさん、幼児のまあ敵と戦ってるでしょう。届けてきます。はいはいはい、完了。オッケー。何もってなかったけど売れた。コスチュームってなの？帽子を入れる入れないみたいな。オッケー。この帽子でもあんまり似合ってねえないと。これはこれじゃない。よし、どうしよう。まだ多分まだあとだって4あと3回あるよ、徳さん。もう一回キャンプに戻って、キャンプに戻って始めてください。はいはい。多分でもすぐ始められないと思うから。あ、じゃあそっか、移動までの時間がちょうどいいぐらいですか。ちょうどいい時間かもしれないね。はい。あれでもドクさんこれ50になってるよ。50になってる。それ下がってるってことですか。物品が50になってるからもう一回。ああ、じゃあ損なのかもしれないね。小型の馬車で行くって。あれ中型に変えた。あ、中型にさっき変えました。なんで、ね、それいいや。だからそれもいいや。なんかね、変えなきゃいけない流れじゃない。言ってくれよ。びっくりしたわ今。うん、いや、小型で満タンまで貯めたら損なのかって思っちゃった。これでも次大型が結構ガッかかる、ね、うん、そんなにでも別に無理しなくてもよくね。20だしも。買った方がいい。いや、買えるんだったら、買える余裕なんだったら買った方がいい、そりゃ。うん、小型の方がリーダーだったら500入るよ、うん、でかいですよね。そうよ、どうせまたこっち側だろうから。いるか、この辺り。この辺りで獣買っとくか。じゃあ、ゃあドクさんだけがキャンプに飛んで、そうそうそう、もう一回始めてってすればいい。はい、はい、がいいっす。いや、やっぱビッグバレーだから普通に道端にクマが出てくる。そうだね、忘れてたね最近その感覚。獲物がいなさすぎて。ダメよ、ゆうすけさん、生では。まあ、あの、落ち着いてライフル出してる。あの、うちの馬ちゃんだとね、猶予があるんで大丈夫。あ、アメブロ先生、久しぶりに会えたな。いつもありがとうございます。オッケー、オッケー、オッケーだな。
生徒たちを提供していただいて。どうしたの？どうしたの？何が起きてるのか教えて。いや、ショートカットしようとして無理したら、うん、あれ？あそことかいいの？なんか崖から落ちた。したら下山しそう。落ちて。下山。こうか。ダイナミック下山ね。うわすごいな。でもいやいいな、この感覚懐かしいな。もうスナイパーライフルで獲物を覗き込むっていう感覚。いたな、なんか裁量いたな今。あこっち行ったらあいつが逃げ出して向こうのも逃げちゃう。大丈夫だ、かざしも。あ、でもやっぱりこれぐらい動物いてくれないと。ねえ、我々狩猟組合なのに。そうそう。これがメインなのになんなら。このキャンプの周りめっちゃいて楽しい、すごい。いやいい、これもうドキドキしちゃうよ、こんなに獲物いると。あの群れじゃねえな。おっ、あれだ。オッケイ、オッケイ。ん、ヒラメ人後ろ。なんかあれじゃん、突発イベントじゃない。どこ？あ、僕の方ですね。山の中の洞窟の狼に襲われちゃった。ああ、はいはいはい、あれだ。ドクさんがおばさんを襲ったやつか。襲ったやつだ。どんな記憶の仕方してんですか。僕襲ってないじゃん。やだ、あれ動画に残しとかなくてよかった。おばさんじゃないしな、これ。やだ、あんな毒さん見たくない俺。これあれ、おばさんじゃなかったよ。おばさんに助けてください、何も言われなかったけどな。最後レイプしたじゃん。ええー、いや、あなた知ってないだろ。忘れたの、毒さん最低。でこうやって気持ちよきゃいいんだ。最低だったね。でこうやって合意の上だっていうふうに言い張ってるから。そう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 。その時も言ってた、その時も言ってた。その時も言ってた。そういう。それね、レイプする人がよく言うセリフなんだよね。そうなんです。合意の上だった。最低です。しちゃったな。おばさんいないけどな、目当てだと。あ、いるじゃん。あ、オオカミか。オーケーオーケー。オーケーオーケー。いけるいける。俺ならいけると思ったら結構いた。あっぶねえよー、あっぶねえ。頭げい、頭げい。いいさん、危ない。よいしょ。オッケー。行こう。お、なんか、ちょっと待って、お前。チカちゃん。西屋の人を引き渡し場所に。なんだこれ。あー、近くか。あ、ちょうどいいじゃん、でも。荷物運ぶにはちょうどいい暇つぶしになったよ。頭を上げい。アメプラ先生。行こう行こう行こう。あいつずっと草はんでんな、なんなん、野生の馬ちゃん。あ、こっちも、こっちもいい、いいわ。なにこれ。え、ルイス？なんて？あー、いた。クリア、クリア。あ、嘘！楽しい。外れて逃げられるのも楽しい。いやー、たまらんのですわ。これが。この駆け引き。どう、徳さん？キャンプにたどり着けた？あ、今から向かいます。はいはい、今ミッションクリアしたね。え、炸裂弾撃ってた俺。当たったところでだった。高速弾じゃないとこれは。当たったところでハゼてたな。久しぶりだな、エルク。わわ、あー、エルクの群れだ。エルクの群れがこっちに突っ込んでくるけど。
あ、いけるな。あ、水を飲みに来たんだね。ごめんな、邪魔して。いやー、動物たちが帰ってきたよ、ビッグバレーに。嬉しいな、これは。野生の魔女だな、あれは。アメリカンスタンダード。珍しい。オーケーオーケー。やっと取り付いた。あ、そっかそっか。なんかやってたんだね。うん。ちょっとキャンプでお楽しみ。アメプロ先生いたよ。あー、嘘ー。俺に腕が鈍ってるわ完全にダメか。なんかあれだな、許可のもあった。小鳥からマガモからすごいいる。すごいね。最近でもアメブロ先生があんまり。え、何、何事。あ、なるほど、キャンプが襲われてるぞ。何、俺の。違う、旅人のキャンプ。中入ってきちゃった。やらせません。50物品でも運んじゃっていいのか。うん、いいんじゃないですか。結局50しか運べないから中型は。やばいやばい。じゃあ行きます。はい、お願いします。あー、なんか久しぶりだからなんかな、全然ダメだな俺。あ、売却始めながらキャンプボーイ終わったのね。あ、なんか逃げてったけど、ちょっと待って、旅人たちが逃げてったけど、うん、あの俺は何のために戦っていたんだ。売却始めちゃったから。そう、俺たちが中断されたわけですね。なんだ、まあいいだろう、生きてるんだから。そういうことか。よし、ウォレス駅か。やっぱりウォレス駅か。もうそこはもうウォレス駅くらいしかないかもしれない。かぁ、よし、ウォレスだ。あ、行こう。楽しいな、このゲーム。バグは多いけど。バグは多いけどな。ヨジ今ランクいくつよ。あ、こっちで見れるんですか。11、14までいったらランクは高いのか。ボルト式はもう買えそうじゃね ?12 だっけ。ボルト式8じゃないですか。8か、もう買えるか。お金がないのか。1回75ドルとか入ってるから、うん、ぼちぼち買えんじゃない。ぼちぼちだな。あれ、また平和な感じかもしれない。ドンバチ聞こえない。
平和です。あれ、まだ平和な、平和な時って列車がいるの俺。そうだ、なんかしなくさっきも列車いたね。何のためにショットガン構えながら来たのか分かんないじゃない。ちょっと服見てなかったから服見ようかな、このタイミングで。もうもしかしたら新しい服が追加されてるかもしれない。そしてドクさん、はい、あの何かねえ、バッグもあのコスチュームたくさん入れられるようになってし、はいはい、なんか一つちゃんと服着たやつ一回やってみない？ちゃんと服着たやつ、うん、そういうネタ狙いじゃなくて、もうネタだなってみんなに見えちゃったから。ちょっとダンディーな感じで、ガチのやつちょっと見せてほしい。あ、でも服増えたなら、そうガチの君のね、そのファッションセンスってやつ見せてやって、もう世の中に。俺はこれネタでやってんだ、これって本気にすんじゃねえぞっての見せてやってほしい。え、可愛いと思ってやってんだけど。本当に可愛いじゃんこれ。てかレベッカさんがどんどんハードルを上げていく。そうだよ、逃げ場作っといてくれよ。すげえの繰り出してくから彼は。追い詰められると。うん、でもすごい楽しみそれ。すげえのって難しくて難しい、変なハードルの上げ方だよ。かっこいいとかガチッと決まったやつじゃなくて、すげえ出してくるからとか。やるってやれるって。もチャックしてないとかそういう細かいやつ欲しいな。着こなしとか欲しいよね。まあいろいろあるから、ポンチョだけでもいろいろあるから。あ、このグエラポンチョとか、ドクさんこんなの入れても面白いでしょ。え、馬車が壊れてんだけど、え、どうした？馬車が破壊されたって書いてある。え、ドクさんどうしたの？やりやがった、列車にぶつかったとかだ。そんなやりやがったんか。ありえるな。あいつ無言だけどどうしたんだ。すいません、ちょっとやりました。あの馬車壊れてもあの物品は残ってるから、それ運んでこみんなで。物品って、うん、これって袋があるでしょ、散らばった。ああ、ここの、ここの川に突っ込んだのか。やりやがったな、あいつ。ちょっと待って、どこ？現場どこ？現場押さえました。そこか。ただなんかバッグがあるところが謎なんですけど、こっち。なんで物品が バレンタイン飛んでるの？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、待って。めちゃくちゃ遠くに。あとなんか物品がバツってなってるのは、もしかしてこれは。物品がバレンタインにある。あるな。確かに。あれ1個ある。バレンタインに1個ある。だもう1個あるぞ。もう1個あるぞ。みんな探せ。このワールドにどっかあるぞ。もう1個あるぞ。おー、ニューオーシンとかあっちゃうの。いや、でもねえか。そこに重なって2個あるのかな。多分2つあるんじゃないの。じゃあ、バレンタイン行こうか。あれだよね。ドクターあのみんなにハードル上げたんだよね。すっげえ飛ばすじゃん、馬車。いや、楽しんでもらおうと思って。あと10分だからな、みんな。一応言っとくが。こうハードじゃない。あそこに2つあるしかないですもんね、でも。ちょっと急いで行きますわ。うん、行こう。あれ？もう1つでも見当たらないと思ったら来ました。バービッグバービー、ごめんだけど。おお、僕もさっきからクマに何度か襲われてるから。これ効くのかな、クマって臭いの効くのかな。死んだ、そう簡単に、死んだ、死んだ、死んだ、そう簡単にクマにぶっ殺されてるようなことはないでしょ。クマがそこに留まってくれるわけないでしょ。足早いな、クマちゃん。いや、足早いけど、だってライフル出して頭撃つだけでしょ。ね、あれクエストのクマじゃないから、効果でやろうと思うし、そんなに強いクマじゃないはずですよ。ねえ、君が置き去りにしたあの時のクマじゃないんだ。置き去りにした。クマ食われのレベッカの異名ができた時のやつ。あれはしっかりスコープで狙ってたからね、抑えたから。撃ってねえだろ、スコープで狙ってても。一発も撃ってねえだろ。緊張しちゃって。ガチガチだったから。俺が食われるところをスコープでしっかり見てただけでしょ。やっぱ引き金の重さって。リアルだったね。しょうがない。
どんな言い訳も通じないぞ。しかし、そこの撃ってねえんだから、ね、そのちっこい滝の中にはまるとは思わなかったな。ショートカット狙いすぎました。そういう、だから申し訳ない、星の元に生まれてるってことでしょ。今度の配信が楽しみだな。あ、これあれだな、俺もでもそれ見えてないな。どうせドクさんが流してよ、その馬車壊したところは。これ全体は流す。いや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 、いやだって俺カメラ行ってないから、そこ何が起きたか分からない。これもう一つが、これね、ドクさん、はい、裏世界に入ってるわ。裏世界が行ってるんですか。あ、ちょっとそれもう一つ回収、いや一つ分しか厳しいですよ。裏世界に、はあ、多分ね、二つともここに入ってる。物品が二つともここにあるもんで。ああ、バレンタインの方に二つあって、一つが。だから本当にバレンタインにあるわけじゃなくて、多分、裏世界が多分ここにある。ああ、なんかグラセフとかでもなんか裏の世界あ、ね。困った時のダイナマイトしてみようかしら。ああいう。バーさん、いたいたい、いたっす。ちょっと待って。物品破壊したことないですか、それ。治安妨害とかでなんか。いや、物品が壊せない。物品壊すこともできない。うん、だからもう時間経過するし。裏世界が過ぎるのをまさですか。おい、やってくれたな。いやいや、バレンタインに飛ばした方いないだろ。無理だよ、そんなの。やってくれた。もう馬車を壊すっていうことがそもそもなんだよ。まあまあまあ、そこは、うん、運転技術の幼に謝れ向上っていうのが、幼稚に謝れよ。なってきますけど。かわいく謝る。運転ちょっとかわいく。もしかしたらもう一回、はい、もうあの半分溜まってるよ、こっちは。あ、本当に、うん、もう一回行きますよ。じゃ、キャンあれで、まあ、うん、今なんかいるぞ。いや、ミッション中だから飛べないよ。何もできない。何もないですね、ここ、はい、だ、何もねえ。どうした、どうした。物品を回収しろ。どうしたんだよ、みんな落ち着けよ。俺も酒飲ましてくれ。密造酒作ってんだろ。アストラ使い待つしかないですね、ロック。なんだこれ、何が起きたの。これは何だったの。なんか無法者で指名手配されたけど。え、いよいよゆうすけさんの縄縛りもバレンタインに轟くようになった。おー、とう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 。なんか密造酒作ってるやつが途中にいるんだけど。あ、あれか、ミッション中だから何も起こらないのか、やったところ。ミッションでもどうですね、うん、なんか回収できない。馬車壊すやつがいたからさ。いや何もできないな。あと5分ぐらい。川だけに水に流してちょうだい。説明してもらっていい。あ、え、うわ、あ、ポイズンポピー密造酒の製法。嘘。ちょっと待ってくれ、どこにいるんだよ。どこにいるの。で、ちょこよ、てか俺が通り過ぎちゃったとこ。え、ちょっと待って、レベッカさん。ほらー、そこか。戻るしかねえな。これみんな取れるの。これみんな取れますよ。じゃあここにみんな来てよ。皆さん、どこ。いいっすか、あざます。あ、ここ？あ、行く行く。これもみんな来てから取るからじゃ。四分。取って終わっちゃうとかあるし。え。それマーカーしとこう。なんかミッション終わるとなんかセッション変わってなんかなくなるみたいなことあるから急いだ方がいいぜ、みんな。タイムリミット危ない。このポイズンポピーのやつが手に入る。あ、大丈夫だよ、みんな。あ、でもラムさん遠いな。え、なんかあれよ、密造酒のあの製法の種類が増える、はい、うん、そう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 。いいよ、あれ、みんなが噂の噂のみんな撮ってたでしょ、ね、違ってますね、ポイズンポピーの製法。それは俺も写真撮りたい。ああ、そうだ。もう一回あの事故現場に行って裏世界か。散らわってと
どうなんこれ回収できないかなと思ったけど、へえ、いや、そんなものよりそっちを取れる、そっちを回収しに行く。あ、取れました。あった、うん、いただきました。はいはい、あ、助かります。まあこれでもドクさんが運台みたいなもんだもんね。そうだね、ドクさんやったな。いいように言うとドクさんやったな。ドクさんがだから普通に馬車届けてからこんなことになんなかった。バレンタインだったら使わねえんだ。おい、やったな。やったな、お前。やったでしょ。なあ、M1 なんて、そうそう、あんなもんなんてた、ますぐ貯めれんだからなんだ。うん。ルドさん、これ見て。何何、ちょっと待って。やっぱ持ってるな。いや、お前ちょっと、ちょっとね、ちょっと動画にどう映ってるかっていうとね、あの、お前が気候の達人になった感じです、うん、なってた今うん、あの担いでないからね、まず。え、これ地面を引きずって、あの手をかざして、今は担いでるけど、さっき手をかざして、あの死体を、うん、あの動かしてたから。どこだ、これこれ、この下、これ余人、これ、うん、そうそうそう、いいよ。ああ、わあ、焚き木、あったかーい。あ、くんな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 。あ、黒い人出てきた。まだまだ、ほら、ドクさんだと思ったら黒い人出てきちゃった。どこどこ、黒い人だ。これ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 、ここの箱か、この箱、この箱か。黒い人だな、黒い人だろ、お前。黒い人だろ。そう、ユーマ的な存在じゃない。この前も出てきたな、黒い人、崖の下から。黒くされた人じゃん。ドクさんが出てくると思ったら黒い人出てきた。そんな俺知ってる。え、黒い人が出てきたの。この下り育たない。ダメ、黒い、毎回やってるけど、お前が燃えるたび。ダメかな。燃やされてるたびだからね、俺。そうか、うん、黒人出てくる事件になんない、これ。自分から生まれてないんだよな、そうか、うん、そっか、面白いと思うんだけど。黒人出てきちゃうやつ、だいぶ一方的な笑いだ。そうか、ごめん、俺だけだな、これツボってんの俺だけなのか。俺が新鶴に寄せてんの面白がってんの。そういうことじゃないじゃん、お前が燃えるところなんて全然面白くないの。あ、それも言い方、それも言い方おかしいな。黒い人になっちゃうところが、ドクさんだと思ったら黒い人が出てきちゃうっていう不思議さ。今黒くないね、でも。うん、今黒くない。今普通のドクさん。事前治癒が高いんだね。うん。早いわ。超速再生で。あれ？あ、もう、ちょっと待って、時間になっちゃう。まずいよ。俺、とりあえず取っとくよ。あ、ラムさん。いや、いけるかな。いけるかな。いける、いける、ラムさん。いけるはずだ。いや、もう、いや、これでも終わっても残る可能性もあるから、全然。うんうん、そう確定じゃないから、とりあえず取って、みんなここにいたらこれ残るんじゃない。うん、あ、いける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 、あ、大丈夫だ。あ、あといける、あと10秒、10秒、いけるいける、いけるぞ、いけるぞ。ここです、どこ、ここ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 、そうそう、いけるいける、ゴー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 、ミッション終了。なしです。あ、これです、これです、どれ、これこれ、あ、これか、ここにある宝箱。あ、あるある、開けれる。下りとしては中だった方が持ち上がったけどね。いや、いや、ない。いや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 、嘘つけ。いや、俺信用しちゃうの。嘘つけ。ほんとほんとほんと。いやいやいや、あるでしょよ。あるって言ったじゃん、最初。いいよ、そんな演出、ちょっと待って。いや、どっちなん、どっちなの、ほんとに。わかんない。ほんとにない。もう今なくても面白くないよ。いやいや、レベカさん、その傷跡ほじくってるのだから、もしもの時にマジでそれを。いいのに。ほんとにないの、本当にない。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、そうなんだ。ちょっと待って、離れてみて、離れてみて、一回閉じてみるか。ちなみにこっちに密造酒のやつがまた出てきましたね。これラムさん開けて中見てもらっていい？え、なんだ？取り締まし官、取り締まり官を失敗始末しろ。ない。ないの？嘘、ないんだ。
マジで。いや完全にラムさんの演出始まったと思ったわ。ごめん。そのタイミングじゃねえと思って。演技力にしては高すぎると思った。だからリアルなやつだから。いやぶれないよ。マジかマジか。あからさまだったからびっくりしたけど俺は。あだからやっぱりあの時にセッション変わったんですね。セッションというかちょっと待って今プレイヤーさん周りにいる？いやいないから。いやいないね。じゃあ本当にあれか。俺取っちゃった、俺が取っちゃダメだったのかもしれない。もう時間がある時間がもうないって俺取っちゃったから最後。見つけた俺が見つけた俺がっていうか、あのあそこのなんかミッションを、ミッションっていうか突発イベントみたいなの始まって、はいはいはい、俺がやって開けて見つけたわけ。うん、ああなるほどね。それは申し訳ないよ、待ってたらよかった。いやいやいや、また見つかりますよ。つまんない。あじゃあこういう形で見つかるってことやね。でもなんだろうね、ミッションの、うん、まあでもあんな感じなんだろうね。なんか密造酒を作ってるやついるんだわ最初俺行った時ね、うん、うせろって言われるの、うん、でそいつ退治するんだけど何も進展ないんだ。でちょっとそこら辺漁ってたらポイズンポピーの製造所みたいなの出てきた。あ、うん、だからなるほど、そんな感じなんだろうねきっとね。4人対戦する。暇なのかな。あれでも、あれ入れない。CPU 入れてやってもあれなんで。あ、しまった。え、ちょっと待って。ちょっと待って。いや動画に残ってるけどあれだけど、あのみんな入ってったじゃない。みんな今一斉にみんなで入ってったじゃない。なな俺だけ小屋の周りぐるーっと回ってるだけみたいな。なんだったの。ドラクエのメンバーに入れてもらえなかった。モルイダの酒場で待ってるよって言われたのかな。あ、いいな。ですよ、あの、うん、装備剥がされてあれですよ。そう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 、裸の状態でね。あれこれって何もない状態がこれ？これノーマルだね。ノーマルなんだ。あ、ノーマルってこんなんなんだ。うん、一番なんなら味わいはある。うんうん、いいねこれ。よし、ちょっとみんなあの酒持ってもらっていい？乾杯して終わろう。酒酒、うん、ここにみんなここに集まる。また私乾杯の温度取ります。はい、はい。乾杯して今日は終わるでしょう。はい、うん、酒持ったね。よし。いやというわけでね、幼稚園、ね、新キャラを作ったということで、ね、これからそっちのキャラもね育てていって、そっちのキャラも100目指していって、うん、え、みんなちょっと待って忘れた。いや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 、乾杯、いや、そうか、幼稚園がやるやつだもんね、いつも。幼稚園飲んじゃった。俺が、うち飲んじゃっても。フライングした、フライング。いや、違う違う、あのね、いつもこうやってね、乾杯しようっつって、みんなにね、酒持たせて、で、俺が長ったらしく、こうね、乾杯の温度を取るわけなんだけども、幼稚園が乾杯って、フライングして、まあ俺の話を終わらすっていうくだりを毎回やってたんだけど、今日 VC ない、今日 VC ないの忘れてた。俺そのまま行ってやつるって言って。乾杯したのはネタ通りではそうそうなんです。なるほどね。そうなんだ、忠実なんです彼は。ただ、ごめん、VC ないの忘れて、俺このくだり始めちゃった。ごめんなさい。まあとりあえずね、幼稚園の新キャラもこれからね、まあ育てていくということでみんなで頑張っていきましょう。というわけで。乾杯！乾杯！お疲れ様でした。お疲れ様でした。徳さんは乾杯もせず普通に飲んだな。普通に R に長押しした。普通に飲んだな。じゃあ終わりましょうか。お疲れさんでした。はーい、お疲れ様でした。ありがとうね、遅くまで。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れさん。